大谷、史上14人目の快挙。大谷翔平投手はナショナルズ戦で7回を1安打、無失点、6奪三振で今季2勝目を飾ったが、その投球内容がもたらす怪記録も樹立。大谷は今季19イニングを投げて、3試合すべてで1失点以下と6奪三振以上となったが、スポーツデータ系大手によれば、開幕から19イニング以上投げた先発投手でこの条件をクリアしたのは1901年以降、大谷が史上14人目となった。よう見つけてくるな。MLB もこういう謎記録好き。なんでわざわざ6奪三振にしたんや。そら今日が6奪三振だったからよ。結構いるな。謎データ大好き。千賀も謎記録作ってたけど何だったっけか、メジャーこういうの多いよな。大谷とかいうメジャーの謎記録コレクター。二刀流絡めた謎記録よりかはよっぽどまともやな。謎記録とかがなくて、大谷の成績をもとに過去のデータ検索したら大谷が史上丸人目、セアニュースにしたろの精神やろ。6、7、9あって7回を109以下にまとめたのがすごいわ。7奪三振だと何人になるのかとか細かいところ気になってくるな。ご視聴ありがとうございました。スポーツの話題を取り上げています。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。